田明子の魅力を探る、アッコさんこの曲も歌われてますよと題してお送りしました。今日最後の曲になりますけれど、はい、やはりここでもアッコさんのカバーを弾いていただこうということで、はい、1995年のアッコさんのアルバム、はい、アライブ・ソングス・フォー・ユー95から RC サクセションの名曲をアッコさんがカバーしています。これは覚えてますね。スローバラード、スローバラード、はい、この歌大好きでしたから、はい、それとかね、ちょっと今急に出てこないけど、僕の先生とかなんか、僕の好きな先生、あ、はいはいはい、はい、全く違うんだけど、ファンの方には申し訳ないけど、思いつきで喋ってるみたいだけど、こんな歌あるんだって思って知ったのが今の京志郎君と、例えばサザン、はい、若君、今なんち、そうね、大体ねってどんな歌やねんね最初の衝撃ね。で、はい、今の京志郎君はね、山下洋介さん、ピアニスト、はいはい、で、ライブやったことあるんですよ。やっぱりこう新宿の高青年期だったと思うんですけど、で、演出がね、高井田哲郎さん で、はい、でその時私、何かの歌を歌わされて、もうド緊張して、当時はそういうカンニングできる感じじゃなかったから、ライブに。で、彼はギター弾